ホンダ新型 2024WRV コンパクト SUV 正式発表。ホンダ新型 WRV2024 年新登場。気になる特徴を徹底解説。ホンダの新型コンパクトスブラ V は2024年3月22日に日本市場で販売を開始します。このモデルはコンパクト SUV クラスにおいて先進的な安全運転支援システムホンダセンシングを全タイプに標準装備しています。このシステムは自動ブレーキなどの安全機能を提供し、ドライバーの安全運転を支援する役割を担います。デザイン面では力強さとシンプルな水平基調が特徴的です。エクステリアはマスキューライン&コンフィデントマスクリーン&コンフィデントというデザインコンセプトのもと、分厚いロングノーズとスクエアなフロントグリルで構成され力強い印象を与えます。インテリアに関してはシンプルで水平基調のデザインが採用され、7インチ TFT 液晶メーターとアナログスピードメーターの組み合わせ、中央に配置されたスイッチ類などにより運転しやすい空間が実現されています。パワートレインには 1.5 リッターIVTEC エンジンと CVT が組み合わされています。このエンジンは最高出力 87kW 118PS 6600rpm、 最大トルク 142Nm 4300rpm を発揮し、 G 離心シフト制御が可能な CVT を通じて滑らかな走行感と心地よい加速感を提供します。また WLTC モード燃費で 16.4km/L を実現し、日常的な使用において十分な性能を持っています。ボディカラーは日本初登場のイルミナスレッドメタリックを含む5色が設定されており、価格は209万8800円からとなっています。この価格設定はコンパクト SUV クラスにおいて優れたコストパフォーマンスを提供していると言えるでしょう。サイズ面での比較では、ボディサイズは全長 4060mm、 全幅 1780mm、 全高 1608mm で、国産モデルのダイハツロッキーやトヨタライズなどと近いサイズ感になっています。特筆すべきは WRV の最低地上高が 220mm となっており、ロッキーやライズの 185mm よりも曝露走破性に優れている点です。またエクステリアはミニベゼルともいえる精悍な表情で高級感を備えています。インテリアでは運転席は高いアイポイントによる良好な視界とセダンライクな運転姿勢を両立しています。後席の足元空間もゆとりがあり、荷室はフラットに近い壁面と床下収納により、クラストップレベルの大容量を実現しています。ホンダの新型 WRV はこれらの特徴を備えながら、ホンダの新型コンパクトスブラ V はこれらの特徴を備えながら、その実用性と先進的な安全機能、そして手頃な価格設定により、日本市場において競争力のあるモデルとなりそうです。この車両は国産コンパクト SUV の中でも特に曝露走破性に優れている点が強調されており、日常の都市走行はもちろんアウトドア活動にも適していることが期待されます。特に注目すべきは様々なニーズに対応できる広々とした内部空間です。荷室は大容量でフルフラットにはならないものの、後席を倒せば長い荷物もかなり積み込むことができます。またインドでは装着タイヤと同サイズのスペアタイヤの搭載が義務付けられているため、ラゲッジスペースの下にも大きなスペースがあり、日本仕様ではパンク修理キットを積むことでさらなる収納スペースとして利用できます。総じてホンダの新型 WRV は都市部での日常使用からアウトドアアクティビティまで多様なシーンでの使用を想定した設計がなされています。そのため幅広いユーザー層からの支持が期待されるモデルとなりそうです。安全性、快適性、実用性を兼ね備えたこの SUV はコンパクトながらも多機能性を持つ注目の新型車両と言えるでしょう。ホンダは高い技術力と独自のデザイン哲学を持つグローバルな自動車メーカーです。ホンダの車両は革新的な技術とユーザーフレンドリーな設計が特徴で、世界中で高い評価を受けています。ホンダの特徴をさらに詳しく見てみましょう。まずホンダは人間中心の哲学を掲げており、ドライバーと乗員の安全と快適性を最優先に考えた車作りを行っています。例えばホンダセンシングのような先進の安全技術は事故の予防と被害の軽減を目指しており、これはホンダの車両が提供する安全性の高さを示しています。次にホンダはエンジン技術においても世界をリードしています。高性能で環境に優しい IVTEC エンジンは燃費効率とパワーのバランスが取れているのが特徴です。またハイブリッドシステムや電気自動車 EV への取り組みも積極的で、将来の持続可能な社会に向けた技術開発を進めています。デザインにおいてもホンダは独自のスタンスを持っています。シンプルかつ機能的で、時には先進的なデザインを取り入れることで洗練された外観と使いやすいインテリアを実現しています。 WRV のデザインはこのホンダのデザイン哲学が反映された例です。またホンダは楽しい運転を大切にしており、
その車両は運転手にダイナミックな走行体験を提供します。これは高いハンドリング性能と快適な乗り心地によって実現されており、日常のドライブからスポーツ走行まで幅広いニーズに応えています。さらにホンダはアフターサービスも充実しており、オーナーが長く安心して車を楽しめるようにサポートしています。定期的なメンテナンスや修理、純正アクセサリーの提供など、オーナーの満足度を高めるためのサービスを提供しています。総じてホンダの車両は安全性、環境性能、デザイン、走行性能、そしてユーザーサポートにおいて高いレベルを維持しています。これらの特徴は新型 WRV にも反映されており、ユーザーに最高のドライビング体験を提供することを目指しています。ホンダの車は単に移動手段としてだけでなく、生活の一部としての楽しみを提供してくれることでしょう。まとめとして、ホンダの新型コンパクトスブラ V は2024年3月22日に日本で販売を開始し、その特徴はホンダの強みを象徴しています。この車両はセーフティサポートカー S ワイドに該当するなど、安全性に重点を置いた設計が特徴です。先進の安全運転支援システムホンダセンシングが全タイプに標準装備されており、事故の予防と被害軽減を目指しています。デザイン面ではマスキューライン&コンフィデントのコンセプトのもと、力強い外観とシンプルで機能的なインテリアが特徴です。エンジンは 1.5 リッターの iVTEC を搭載し、 CVT と組み合わされています。最高出力は 87kW118PS、 最大トルクは 142Nm で、滑らかな走行感と心地よい加速感を提供します。また燃費性能も優れており、 WLTC モードで 16.4km/L を実現しています。ボディカラーは5色が設定されており、価格は209万8800円からとなっています。サイズ感は全長 4060mm、 全幅 1780mm、 全高 1608mm で、最低地上高 220mm を実現しており、マクロ走破性にも優れています。ホンダの一般的な特徴として、革新的な技術、ユーザーフレンドリーな設計、優れたエンジン技術、環境に優しい取り組み、洗練されたデザイン、楽しい運転体験、充実したアフターサービスなどがあります。これらの特徴は新型 WRV にも反映されており、ユーザーに最高のドライビング体験を提供することを目指しています。ホンダの車両は移動手段としてだけでなく、生活の一部としての楽しみを提供することでしょう。